はい、こんにちは、ランドロードカズです。ランドロードの近藤です。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、今回なんですけども、うん、今ちょっとツイッターで話題になっている商品を買ってきました。うん、こちらです。デデン、エマージェンシーシェルター。これなんだい。ダイソーで買える商品です。うんうんうん、まあ、800円でちょっとお高めなんですけど。確かに、ダイソー800円。こちらの商品をご存知でしょうか。いや、ごめん、俺全然知らない。知らない。全然知らない。なんかこれがツイッターで、うん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 、一昨日そのツイートが投稿されて、うん、今現在で 3.4 万リツイートされている。なかなかバズってるね。なかなかバズっている、ちょっと話題の商品です。うん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 、でこれがなんでそんなにバズったかっていうと、うん、まあ、これ使用用途はまあ、緊急事態とかの時に即席で立てられるテントみたいな役割をしてくれるみたいなんだけど、なんとこちら外からは見えない、中からは外の様子が見えるから、あれ待って、そんなやつあるよね。なんだっけそれ。そう、それでなんかあれ、ダイソーにマジックミラー号を売ってねっていうツイートがバズったんですね。あー、そういうこと。はい。そういうことね。はい、そうなんですよ。緊急っていう意味でもなく、そういうことね。そうなんですよ。別の意味ですごいバズってしまった、ちょっと話題の商品になってます。はいはいはい、はい。なので、今回はじゃあ、まさか、こちらの商品を使って、うん、実際に、うん、マジックミラー号を作ってみた、やってみようと思います。オッケー。最初の車はもちろんベルゴです。はい、ベルゴ行きました。そうだね、まあベルゴが一番いいだろうね。そうだね、うん、ということで、はい、まあ早速やっていきたいなと思います。はい、行きましょう。行きましょう。レッツゴー。これさ、これが外から見た感じですね。うんうん、外から見た分には全然中の様子は全く見えないですね。全く見えない、うん。中の様子見られたくない人とかには簡易的なものにはなるんだけど、やってみてもいいかなっていう感じだね。うん、そうはい、これが中に入ってみた感じですね。うんうん、さっき切り切った時も鮮明に外の風景とかが見えたんだけど、なんかいざ車に貼ってみた感じだと思いのほか見づらい、うん、人のいる気配はするけど、なんか影がね。そうそうそう、影って感じだよね。うん、うん、まあ、窓越しだからっていうのもあるかもしれないけど、ちょっと見づらいかなって感じ。そう、うん、あの防災とか普通に外でさ、テントとして使ったら全然 OK だけどさ、車でさ、うん、まあこれで移動することはできないけど、うん、まあこう人の気配感じるのやるときに家の代わりとして使うのはいいんじゃないかな。結構周りの人見えないし。どうしたのねんねん。どうしたのねん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 。あっちみたち、なんか見える？ねねねね。どうベルさん。これ。はい。ってことでですね、今回はダイソーに売っている防災用のシェルターでマジックミラー号を作ってみたということをやってみましたね。結論から言いますと、まあ外からは全く見えません。だけど、ちょっと撮った時間が夕方だったので、中からその外を見るっていう時がちょっと見づらいかなっていう感じでしたね。なので、もっと明るい時間にやってれば、もしかしたらもっと外がくっきり見えるんじゃないかなと思いました。なので、全国のダイソーに売ってますので、もしよければ参考までにどうぞ。
はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。